俺とクロスが。バカな。88のクロスの最高位に位置し、神話の時代より一度たりとも破壊されることのなかったゴールドクロスが。究極のクロスがここまで完璧に砕け散るなんて。神である俺の前でゴールドクロスの感など無に等しい。終わりだ。俺たちに残されたものはこれで何もかもなくなっちまった。奇跡のゴッドクロス。ポセイドンの助力でエリシオンに出現したゴールドクロスを身にまとい、聖夜たちは再びタナトスに立ち向かった。だがそのゴールドクロスもタナトスの恐るべき一撃により粉々に粉砕されてしまう。力を使い果たし絶望のうちに倒れる聖夜。もはや万事休すかと思われたその時、聖夜の耳にアテナの声が響くのだった。どうしたのです聖夜、こんなところで諦めるなんてあなたらしくないではありませんか。アテナ でも今度ばかりはもう全ての力を使い果たしてしまった。こう何を言っているのです聖夜、あなたにはまだ命が残っているではありませんか。命。そうです、人間にとって、いいえ、生きとし生けるすべてのものにとって、神に与えられた最高に光り輝くかけがえのないもの。諦めてはいけません。命ある限り、命ある限り奇跡は必ず起こせるのですよ。聞こえる、アテナの声が、姉さんの声が、俺を、そうだ、諦めてなんかいられないんだ。この命のある限り。バカな、こいつ再び立ち上がってくるとは。これは一体何だ。体に付着していたブロンズクロスのカスが炎のように燃えている。聖夜、その姿は一体。バカな、クロスが、灰と化したブロンズクロスがこのような形で蘇るとは。しかもクロス全体から立ち上る神々しさは、まるで。そうだ、カムイだ。ヒプノス、まさかこのクロスが本当にカムイだと。カムイ。カムイとはその名の通り、ゼウス率いるオリンポスの十二神が選ばれた神々だけがまとうことを許されたものだ。それが何故このウジ虫のような人間の体に。思い出せタナトス、神の血によってよみがえったクロスは限りなくカムイに近づく、いわばゴッドクロスになる。そして私たちは遥か神話の時代に一度だけそれを見たはずだ。ゴッドクロス。聖夜はアテナの血の助けを借り、コスモを究極まで高めたことによって、自らその伝説のゴッドクロスを蘇らせたのか。超次元を超えるだけではなく、アテナの血によって復活したクロスに
こんな大きな秘密が隠されていたとは。ヒュプノスよ、それでお前はゴッドクロスの出現で心配になってやってきたのか。今やペガサスはただのセイントではない。見くびると取り返しのつかぬことになるぞ。俺は認めん。こんな死に損ないに何ができるか。さあ、そこをどけ、タナトス。ブロンズのウジ虫、無駄なことはやめるがいい。ラウンドワン、ファイト。ペガサス、フッ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 。限りないカムイに近づいたのに、所詮はクロス。神である俺は何を忘れるか。クロスと共に俺は認めん。カラバスを磨いているのだ。タナトス、覚悟しろ。バカな、俺がさっきまで死の道を繋がっていたやつか。そこをどけ、タナトス。俺はアテナのクロスを届けなければいけないんだ。テリブルプロビデンス。コシャクの前、調子に乗るな。くらえ、俺の最後の技。調子に乗る。俺は認めん。どうした、調子に乗るのだ。忘れているようだ。仮に神様が神と同じくらいまで登った、そこでようやく僕が会った。俺の最後の技、ペガサス流星拳。くっ、行くぜ、ゴッドクロスよ。ペガサス流星拳、行け。帝王、みんなの声が。ラウンド2ファイト。ペガサス流星拳。ワン、孤食の前、孤食の前、ノーリア。俺は認めん。さあ、ボケに行きましょう。おい、調子に乗るな。まだまだ。死に乗るな。お前が行けるところはただ一つ、無限地獄と知っていよう。湧いてくる。これが死に乗る。ゴッドクロスの力。調子に乗る。ペガサス先生戦タナトス。お前は未来の時を持て遊ぶだけの下流の神だったようだな。ペガサス先生戦。今度はルギム。ウィナー。お前は所詮二流の神だったようだな。俺のコスモはこんなものじゃない。バカな、神である俺が人間に敗れるなんて。やった、ついにタナトスを倒したぞ。神が人間に。タナトスめ、相手を見くびるからそういうことになるのだ。シェプロス、答えろ、アテナはどこにいる。彼方に見えるあの神殿、あそこは
ハーデス様の真の肉体が神話の時代より眠っておられる場所だ。眠っているだと。ただし普通の眠りではない。このヒュプノスが与えた永遠の眠りだ。そしてその実はエリシオンに伝わり、聖なる大亀の中に閉じ込められている。しかもその大亀は血を吸い取るのだ。真っ白な亀が少しずつ赤く変わってゆく。やがてアテナの血を全て吸い尽くして真紅に満ちた時、アテナの命も終わっているだろう。どけ！アテナの命はこの身に変えても助け出す！このクロスなら戦えるかもしれない。このヒプノスと対等に戦えるつもりか。ラウンド1ファイト。ペガサス独立戦でヒプノス、どかなきゃお前も倒して通るまでだ。教えておくが、このヒプノス頑強なタナトスとはわけが違うぞ。面白いはお前を見せるし、その程度か。永遠の命令が決まってもらうぞ。ペガサス、何があろうとも俺はアテナの元へ辿り着いてみせる。なんだこの頭だ。さあ眠れ永遠に。死は全てを無にするが、まだまだ眠りは何者をも破壊しない。このヒプノス、乱暴な死というものは好まぬのだ。俺の最後の技、つぇー、ペガサスに打たけー。くらっ、行くぜゴッドクラスよ。ラウンド2ファイト。ペガサス水星剣。その程度か。やっとわかった。その程度か。まだまださあ眠れ永遠に。まだまだ食らえ俺の最後の技。何バカなバカな。面白い。バカなバカな。いくらお前がゴッドクロスを身につけようとも、このヒプノスと対等には戦えん。そいつはどうかな。やってみなくちゃわからないぜ。俺の最後の技。アナルドラウキです。何止まって見えんぞ。バカだ。止まったとは言え。止まって見えんぞ。止まっているとは言ったはずだ。ウィナー、アテナの力を得たクロスに敵はない。俺のコスモはこんなものじゃない。バカなエターナルドラウジネスの闇を引き裂くとは。終わりだ、シュプノス。この私が人間に敗れるとは。神話ついにハーデス神殿にたどり着いた聖夜は、大亀に囚われたアテナを救い出そうとする。だが大神ゼウスの雷をもってしても破壊できないという大亀は、ゴッドクロスをまとった聖夜の攻撃さえ受け付けない。騎
死回生の望みをかけ、聖夜は神話の時代より棺で眠り続けるハーデスの肉体を倒そうとする。自分の美しい肉体が傷つくことを何よりも嫌うハーデスは、真の肉体を持ってついに復活するのだった。お前がハーデス。なんて美しい瞳の色なんだ。これが死の国の王と恐れられたハーデスの瞳と。悲しいな。何？お前たち人間が自らの能力もわきまえず、常に大それたことをしでかそうとする。今や神が与えた地上だけでは飽き足らず、宇宙にまで手を伸ばし汚そうとしている。挙句の果てにこうして神とまで戦おうとすると、お前たち人間にとって神とは恐れ敬うものなのだ。それを忘れた今、愚かというよりもあまりに悲しい存在だ。バカだ。お前が